皆さんこんにちは。静岡県健康福祉部の後藤です。本日7月14日の発表で、県は、定点医療機関さんからの1週間の感染者が8人を超えて 1.23 倍の上昇になっています。この8人という線は、第8波の時に1日、1000人、1週間で7000人のラインに相当しますので、これを超えると急速に感染者が増えたことが分かっています。ですので県では感染拡大注意報を今日出しました。注意報の次は警報というレベルが倍のレベルになっています。そこを超えると入院患者さんの青線や救急搬送の受け入れが困難な例が急に増えてきます。そうならないように、これからちょっと感染対策をしっかりお願いしたいと思います。ただ現在の入院患者さんは県内で150人ぐらい、重い方、重症中等症の方は合わせても60人ぐらいと少なく抑えられています。そうしたことで、本日から感染拡大注意報を県では出しましたので、4つのお願いをよろしくお願いします。医療機関や高齢者施設を訪れるときにはマスクの着用をお願いします。また少しでも体調に変化、違和感、特に喉や鼻の違和感があるときはマスクの着用をお願いします。また急な症状、熱や咳が出た場合にはお休みして療養を自宅でお願いします。また多くの人が集まる場所では換気と咳エチケット、口鼻を覆うことをお願いします。この夏は高齢者の方や持病のある方を守るアクションをお願いします。そうした方がいる場所ではマスクの着用と換気をお願いしたいですし、そういった方ご自身はワクチン接種の早めの検討やマスク着用をお願いします。